皆さんこんにちはお久しぶりでですすごチャンネルこちらの「ごきげんチャンネル」では、えー、私50代でございますので、えー、50代女子元い50代女性水亀座に、えー、焦点を置いてですねリーディングをさせていただいておりますあの一つ前のね動画で、あのー、コメントをいただきまして 女子っていうのは20代とかの若い人を指すらしいんですよ。なのでもう50代は女子ではなくて女性ですよというふうなコメントをいただきましてもう本当にあ画面揺れちゃったありがとうございます。そうなんですよね。私あの気分は学生なので <laughs> 女子って言ってましたけども確かに。 女性でございます皆さん50代そして40代の方この動画をご覧になってた方女子ではなくて女性でしたなのでこれからは50代女性水亀座ということでリーディングをさせていただくようにしますので今後ともよろしくお願いいたします、えー、今日のリーディングに使うカードっていうのは、まあ、いつものように、えー、ご用意してるんですけど実はこれね ちょっと前に購入させていただいたカードでめちゃくちゃ可愛いカードを購入させていただきましたなので今日はこの人をこの人違うなこれを加えてリーディングをさせていただければいいかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします はい、えー、今日のリーディングの題目なんですけどもあのここね数日もやってすることが多かったので50代女性水亀座もやっとすることを解消していくためのリーディングにしようかなと思っておりますどうですか皆さん日々ねまあいろいろ生活してるともやっとすることないですかももやもや イライラまでいかないんだけれども、もやもや。なんでっていうような、そういうこと。なんかね、あすごい揺れちゃった。ごめんなさい。私のもやもや、第3発、聞いていただけますでしょうか。ここからは、あの、嫌だったら飛ばしてください。<laughs> 私のもやもや、1つ目。あの20、20代じゃないな、30代ぐらいの時に、ちょっとある習い事でお世話になった。 ななってた先生なんですけどもまあ、セレブなんだけれども、まあ、セレブはセレブなんですよ。その方ね。まあ、セレブという定義が何なのか、まあ、ちょっとよくわからないですけれども、まあまあ、あの、セレブ。 自分ででも思っってらっしゃる方なんでちょっとねいろんな発言が鼻につくところも多々あったんですよ。なのでちょっとその先生の評価っていうのはすごく生徒の間でも分かれるような方だったんですけどまあ基本的には全然悪い人ではないので私はまあこう客観視して、えー、まあそういう先生だからなっていうふうに思っていたんですね。で久しぶりにその方の方 Facebook が私のところにペロリーって流れてきてそこに書いてあったのがねちょっと私の中で「えっ?」ていうのがあったので紹介させていただきます。まあ、言葉そのままそのままじゃないですけどもこんなこと書いてありましたということでね「えー、最近夫の扶養から外れたのでいつも言っている超高額な人間ドックを自腹で言っています」。 高いとは思うけれども1年に1回の人間ドッグなのでこれで病気さえ見つかればいいかなと思っていますっていう風に書いてあったんですなんかこれを見てまあ、50代女性水亀座の私はもやっとしたわけですよまずまあその方ね60歳ぐらいに最近になられたのかな59かまあ、私よりちょっと上なので まあ本当に60代に、うん、そのぐらいなんですけれどもまず夫の扶養から外れたってことはも,うもちろん離婚したわけではなくてそれだけまあ彼女いわく化石があるので扶養から外れたんですっていうことはちょっと言いたかったみたいなんですよそこでね「はあ」っていうモヤモヤそして <laughs> これちょっとあの <laughs>「あんたモヤモヤじゃなくてそれただのジェラシーじゃないか」って言われたらそうなんですけども <laughs>。 <laughs> そしてあの高級人間ドックに行って自腹で行っているっていうことあえてそのね高級だっていうのをね言うかみたいなそこでモヤモヤということでちょっと朝からフェイスブックを見てモヤモヤした次第でございます皆さんどうでしょうか <laughs> そして2つ目のモヤモヤあのー ある集まりでって言ったら変ですけど、まあまあ、あの、習い事を私しておりまして、そこで、まあ、いつもね、あの、仲いい人たちと、こう、立ち話をすることがあったんですね。で、まあもちろん、何度も何度もお顔を合わせているので、ただ、まあ、どういう家族構成だとか、どこから来てるっていうのは、あんまりその話題にね、あの、上がってこなくて、で、たまたまその立ち話をしているときに、3、4人で立ち話してたら、一人の人が、 あの、やっとね、子供が社会人になって、あの、一人暮らしをしたので、やっと自分の時間ができて、もう本当に先々して嬉しいわ、っていうふうにおっしゃってたんですよ。で、そこで私がね、ああ、そういうものなんだな、っていう、もう何の気なしに、私子供いないから、そう、私子供いないんですけどね、私子供いないから、そういう気持ちわかんないけど、やっぱりそういうもんなのね、 で私が言ったらその中の一人の人が私のすごい肩を掴んでお子さんいらっしゃらなかったの今まで知らなかったごめん今のお子さんの話すごいつらかったでしょごめんね気に触った大丈夫お子さんいらっしゃらないの知らなかったのでごめんねってすごい謝られたんですいや私も57だし 子供いないことを今更悲観するような年齢でもないしなんか逆に子供がいないことを逆にかわいそうだって思われてるような気がしてなんだかもやもやってしたっていう話でございます <laughs> 皆さんいかがでしょうか <laughs> 私のモヤモヤはこれはどういうモヤモヤなんでしょうかそして3つ目まだあるんです <laughs> ああ私よくこれ揺らす えと車でね走ってる時皆さん運転とかされます私結構あのもう特にコロナ禍ではあの運転っていうかあの車で移動することが多くなったんですけれども車で移動しててで、まあ、普通にね、まあ、行動ですけども走ってたんです。で、まあ、前の車とそんなに距離は空いていなかったんですけれども。 あのコンビニから、ね、1台の車が出てきたんですよで私の感覚まあ私というか普通のその感覚で言うとその私の前の車と私の間にまあ入れなくないけれどもそんなに入れるような距離じゃないなっていうところで私も運転しながら「いやいやさすがに入ってこないだろう」と思ったらその車が私の前にグイグイグイって ハンドルを一生懸命切りながら入ってきたわけですよ。慌てた様子で。で、私もまあ、ブレーキを踏んで、まあ、もちろんね、あの、事故にはならないぐらいのスピードでしたし、ブレーキ踏んで全然回避できる状態だったんですけども、まあ、なんか結構強引だったなと思って、ふと私の車のバックミラーを見ると、私の車の後ろ、車が一台もいないんですよ。なぜ待てぬと。 1> 私1台待ってたらゆっくりあなたコンビニからハンドル切りながら出てきたのに出てこれたのになぜ私の前に割ってあえてその忙しいハンドルさばきをして入ってきたんだいとなぜ1台待てぬと思ってもやもやした次第でございますどうでしょう皆さんこの私のモヤモヤ3連発 皆さんだったらどう思われたでしょうかということで、まあ、50代生きてるといいろんなもやもややが日々ございますこんなもやもやを今日は吹き飛ばすためのリーディングをしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はいということでこんなもやもやを吹き飛ばすリーディングって世の中あるんでしょうかね よくわからないですけどもこういう日々のモヤモヤを、まあ、どのように私の中で処理していけばいいのか何かアドバイスがあればいただければと思いますそしてこれをご覧になっている50代女性水亀座の方たちそれぞれにあるモヤモヤが、まあ、どっかに飛んでてくれるようなそんなリーディングがオッツできればいいかなとちょっといつものように3枚出そうと思います。 オツ <laughs> 飛んで出てきますね。ちょっと待って。オツオツでございます。ちょっと待ってよ。あと一枚ね。三つのメッセージもらいたいじゃないですか。はいでござ。<laughs> どうでしょう皆さん。この三つが出てまいりました。 どううでしょうこの3つが出てきましたえ3、ー、オブペンタクルスこれねちょっと前も出てきました私結構これね普段今日どうだろうって思う時に引くカードこれ結構出てくるんですよねあのよくこう食ったりしてるんです食ったりよくこうカードはシャッフルしてるんですけれどもよく出てくるのであのちょっと私にすごくあのメッセージを伝えたがっている。 カードだと思うんですけどもこれとそしてページ・オブ・カップスそして、えっと、ジャッジメントですねなんかここから察するにですね皆さんあの私も含めてね50代女性水亀座の方もしモヤモヤすることがあったならここのカードから私に,私にもそうですけども言われてることはいろんな人がいて世の中 成り立っているんだとでそこでそれぞれがやっぱりいろんな価値観の中でその方のこう人生をね歩んでいるんですとなのでそれをねうーん自分の視点だけで見てジャッジするのは疲れるよっていうような <laughs> そんなメッセージのような気がしますはいい耳痛いです。 いや、もやもやしたんですよ。なんかそのね、Facebook のその先生も、別に私に言ってるわけじゃないから、まあいつもの、あの、たわごとだと思やいいんですよね。そういうことです。<laughs> そういうことです。<laughs> そして、えー、子供のこともそうです。まあ、それも別に悪気はって言われたことじゃないですただもやもやしたんですよ。はい。そして、運転してるときもその人は、急いでいたかもしれない。 でも、一台待てよっていう話なんですけどね。でも、まあまあ、あの、このカードからね、私にすごく言ってきてるのは、え、っと ば、うん、く。まあ、ばいてはいないんだけれども、まあ、もやもやするってことは、まあ、イライラの手前ってことなので <laughs>。あの、もやっとしたっていうことは、そういうことなんですよね。で、普段、皆さんの生活の中でも、例えばお仕事だったりとか、家庭の中であったりとか、いろんなことで、その、イライラ、まあ、イラっとまでしないけど、なんか、もやもやするなっていうことがあった時には、ぜひこのカードの、この今回のメッセージを、 ちょっと頭の片隅に置いてみてはいかがでしょうか。いろんな人がいるよ。でもそういういろんな人がいるからこそ、この世の中成り立ってるんだし、あなたの周りの人たちは、あなたを助けてくれる存在でもあるので、そういった意味では、うんと、あなたがその人たちを裁くのじゃなくて、もしかその人たちが何か、 あなただけじゃなくて、いろいろな人たちには迷惑をかけてたりとか、いろんな不愉快な気持ちにさせているのであればですよ。 その私が今回モヤモヤしたことを人が見たらモヤモヤしないかもしれないじゃないですかでもみんなが見てモヤモヤするようなことをもしかしているのであれば必ずそれはちゃんと裁きが起きるしちゃんとその人に対しての何かメッセージは違う形でそんなことは良くないんじゃないかっていうメッセージはその方に行くであろうと。 なのであなたがジャッジするものじゃないこうやって高いところから私たちを、えー、ちゃんと監視して監視というかちゃんと判断してくれる人っていうのはいるので、えー、とあなたがジャッジするものじゃないのでそこは気にしない方がいいよっていうようなメッセージと私は取りましたもやもやね なので、まあ、大なり小なりね、あのーまあ、今回の私の3つのモヤモヤっていうのは本当に些細なことなので例えばうん、まあ、それでね仕事がうまく回っていかないとか、まあ、仕事でそういう人たちと毎日毎日顔を合わさないといけないっていうような人にとってはすごく、あのーまあ、モヤモヤを通,る通り越してもうイライラになってしまうのかもしれないですけれども、うん、と物事っていうのは えっと、いろんな方面からいろいろ見ることによって変わるんだよっていうことですよね。であと私があのいつも思ってるのはやっぱり完璧全てを完璧に求めてはいけない。で自分が思ってることが、まあ、ある程度完璧だと思っていても。 うんとそれは他の人にとっては完璧じゃないこともありうるのでそういった意味では世の中に「完璧」っていうのがなくて、えー、それを求めるっていうのは、えー、とても難しいことなんだっていうことをいつも頭の片隅に置きながら生活をしています。でねこの間ラジオ聞いてたらすごいねあのー。 そうだなって思うことを私にこう落とし込んであの聞いて,ていたことがあって、まあ、そのラジオの中ではあの水泳好きみたいな話をねあのしていたんですよね。であの水泳って、まあ、クロールだったりとかバタフライだったりとか平泳ぎってあってもうクロールって結構。 大変だよねバタフライはほんと大変だよね。やっぱり泳ぐのって平泳ぎがいいよねって話をまあしてたんですよ。でその時に私ねあ人生ってそういう風な感じで見ると面白いなって思ってでなんか20代とか30代って、まあ、いろんなことをこう一生懸命ねこう手探りしながら人生ね 平,あ平泳ぎじゃない、えっと、クロールで泳いでる感があったんですよ。で、四十代になったら、なぜかしら。そのクロールがバタフライに変わる時期って、皆さんなかったですか。私ね、二十代、三十代って、もう本当にがむしゃらに仕事にしても、まあ、結婚したのが、えっと。 30になる1週間前だったので、<laughs> 一応20代なんですけれども、まあまあ30に、30代に、まあ結婚しましたと。で、その時に、まあ仕事も頑張る、家庭も頑張るということで、まあその時に、まあ不妊治療なんかもして、子育て、子育てじゃないな、えっと、妊活じゃないな、妊活か、妊活も頑張るみたいな感じで、もうすごいクロールで、とにかく前へ進みたい、前へ進みたいって思っている、まあ、年代を過ごしていたので、本当に、 あクロールの年代だなって思ったんですよそして40代になったらその20代30代の時に頑張っていたこととで40代になるとなんかこう50代60代の先がなんとなく見えてきてこのままでいいんだろうかって言ってバタフライをしだすんですよね人生。なんていうのかな。 バタフライって、実は私、あの、水泳教室でバタフライを習ったことがあって、まあ一応今はね、25メーター泳げるようになったんですけど、でも一番初めて、 あの、旗で見てる人がみんなあ、あれ、溺れてるぞっていうぐらい。前にも進まない。ただ水しぶきだけが上がる。でも本人はめちゃくちゃ必死みたいなね。そういう状態だったんですよね。実際私がそのバタフライをやっている時をその人生に重ね合わせてみると、40代ってすごいがむしゃらにやってるんだけれども、なんかちょっと焦りだったりとか、うん、このままでいいのかな 息継ぎもしなくていいのかなとりあえず先に進んで、あの、向こう側の岸まで行ってみたいみたいな、なんか自分の力以上のものを自分が持ってると錯覚して、バタフライみたいに、ただ、 こう、はたから見たら溺れてるんだけれども、自分では必死こいてました。でも前に全然進んでません。みたいな、そういう年代だったなと思って。で、今ね、まあこれをご覧になっている50代女子、そして40代後半、50代、そして60代にもうすぐ私のように近くなる人っていうのは、水泳で言うと平泳ぎなんですよ。で、私は、そうだな、50、今7で4か、 そのぐらいコロナの前あたりぐらいからあのすごい好きだった言葉が身の丈に合った働き方や身の丈に合った生活をしていきたいっていう風にまあ、穏やかな生活していきたいって思ったんですよで身の丈っていうのは、まあ、いろんな捉え方があると思うんですけども私はやっぱり身 あの無理せず例えばあの人みたいな生活したいでも私はその生活に合わないなと思えばそれは身の丈じゃないんですよねなので憧れることはあってもでも自分と照らし合わせた時にそれは自分には向かない生活だなと思うことは身の丈に合ってないっていうふうに思うようになってで無理をしない自分の心地よさを求める そういう、まあ、生き方っていうのを重視したいなと思ったんですよね。で、それをね、水泳で例えると、平泳ぎなんですよ。平泳ぎって、皆さん、私ね、泳ぎの中で、やっぱ平泳ぎ一番好きなんですけども、あの、顔を上げて、なんとなく浮かびながら、手をこうやって、やってるだけでも、まあ、浮かんでいる先にも進む。でも、しっかり顔を水に入れて、ヒュン ヒューンって泳いでも先に進める。それは自分のやりたい方法、やりたい力の入れ具合で進み方が違うっていうことなんですよね。なので疲れたら、 ま立ち泳ぎ、立ち泳ぎだとね、前進まないのでね、ま立ち泳ぎまで行かなくても、腕だけで、あの、ひろりん、ひろりんってやってればいいし、や、ちょっと前進みたいなと思ったら、しっかり、カエルさんのような足にして、顔を水につけて、ビヨーンってやれば進んでいく。なんか、そういう、平泳ぎ的な、ま生き方、平泳ぎ的な物事の捉え方、ま自分が心地いい、 状態を選ぶっていうそういう人生っていうのが50代一番楽だしなんかそのねラジオであの泳ぎ方何の泳ぎが一番好きかみたいな話をしている時に私はたまたま運転しながらそれ聞いてあ人生で例えると私平泳ぎの人生がいいなってちょっと思ったんですよどうでしょうこれをあの聞いてらっしゃる50代女性水亀座 B 型 <laughs> それは私ですけども B 型の人でこれからねもちろん何かこう大逆転でこう 人生大逆転でここから成功していきたいって人も中にはいらっしゃるそういう人は顔つけて思いっきり泳げばいいんですよそういう平泳ぎで前に進めばいいと思うでももうここから安泰でゆっくり過ごしたいなもうそろそろ60にも手,を届くし手が届くしっていう50代の人女性はもう本当にゆったりとした。 泳ぎで人生楽しめばいいのかなっていう風に思ったりもしました。ちょっと横道それましたが、今日はモヤモヤを解消するリーディングとなっています。そしてじゃあ女神にちょっと聞いてみたいと思います。まああの日々ね、いろんなモヤモヤがある中でどういう風うなね気持ちでま過ごしたりとか、うーんまあどういう 心づもりでま生活していくといいのかなっていうことですよね。こちらです。愛の波動。素敵！そうなんですよね。あのねま、前回のあのリーディングでも言ったんですけれども、最終的にはね。なんかこれね。愛っていうと。 安っぽい言葉に聞こえるので何か使うの私もちょっと恥ずかしい部分もあったりするんですけれどもでもやっぱりこれ前にも言ったかなんか最終的に残るのが。 愛情なんですよねそれは例えば家族に対する愛でもいいしお子さんに対する愛でも何でもいいんですけどやっぱりね自分に対する愛情なんですよねで自分を大切にする自分を愛する慈しむっていうことが結局は自分の人生をどれだけ豊かにできるかっていうことにつながっているんじゃないかなと思うんですよねなのでこのねあのカードすごく 意味のあるような文章、意味のあるカードのような気がします。とりあえず、まあ、この愛の波動っていうのをちょっとね、えっと見ていってみたいと思います。どんなことが書いてあるかね。あなたが喜びいっぱいでダンスを踊れば、愛の波動が上がり、その愛が周りへと広がります。あなたが楽しいと思うことを夢中でしているときは時間を忘れて愛が溢れます。あなたが感謝しているときにも愛が溢れます。 あなたの愛がいっぱいあふれていることでますます愛の波動が上がりますどんな時もその喜びや楽しみや嬉しさ感謝の気持ちを持つことで愛があふれていることに気づいてくださいその愛の波動がすべてを救っていきますどうぞすべてを楽しんでそしてすべてに感謝し愛の波動を高めていきましょう素敵あのね あのいつもここの動画で言ってるんですけども、まあ、今ね本当にこにユニセックスというかあの男女のこう区別をつけないようにするっていう世の中の流れになってると思うんですけれどもやっぱりねあの女性って、まあ、それはうんいろんな考えがあるのでこれあの適当じゃなければあのそれこそジャッジせずに聞いててください。 あのやっぱり女性って家の中で愛の状態でいるその太陽の状態だったりとか月の状態であったりとかいわゆる家族を温かく見守って家族に対する愛を分け与える状態であるそういうのが、まあ、それも男性のお父さんもそうですけどもやっぱり女性って自分が腹を痛めて産んだ お子さんに対しての愛っていうのは私はね子供を産んでないのでそこの愛情っていうのは分からないんですけれどもでもやっぱりねそれその愛に尽きると思うんですよねなので女性っていうのは家庭の中であの お母さん、女性妻がやっぱり笑えばニコニコしていればいつも幸せであればその過程は本当に幸せの波動が上が上るんんだと思うんですよで。もちろんね旦那さんもやっぱりいつもニコニコしていれば旦那さんも、うん、と波動が上がるその愛の波動になると思うんですけど私はやっぱりその、うん、と愛の波動を とても男女で言うと持ってるのは女性だと私は思っているので、そういった意味では、この愛の波動、今読んだ文章も含めてね、やっぱり、うんと、私も含めて皆さんが楽しいと思う時間を過ごしたり、まあ、踊ってもいいですよ。さっき書いてあったように、歌ってもいい。そして幸せだなと思うことが、1分1秒でもたくさんあることで、その過程っていうのは本当に 愛の波動がこう回っていくんですよねなので是非今回ねこれが出たので、まあ、今日はモヤモヤを解消するってことですけどもモモヤモヤっていうことが日々あると思いますあると思うけれども、まあ、さっき言ったいろんな人がいてあなたがジャッジすることじゃないそしてそれをご自分の中でいい意味でえー 解釈をして、まあ、いろんなもやもやがあるのでどういう解釈の仕方っていうのはここでは限定できないですけれどもでも、うん、といい意味の解釈をしてそのもやもやを例えば歌を歌って解消できるのであれば、うん、と発散してみたり例えば、うん、とお皿を投げて割って解消できるのであればお皿を投げて割ってみたり。 わかんないけど、なんかそういう店あるじゃないですか。例えば、まあ、その日だけでも、あの、ちょっといっぱい、あの、焼けくそに食べて、甘いものを食べて、忘れてみる、みたいなね。まあ、その方々のいろんな発散の仕方あると思うんですけど、その発散をうまくコントロールして、あなたが、やっぱり、ん、えっと、いろんな人に左右されて動かされずに、世の中。 あなたのベースという家庭の中であなたが愛の波動になれるようにそのモヤモヤを解消できるように過ごしていきましょうよっていうねなのであ,あまたいらっしゃったごめんなさいモヤモヤを、うん、といつまでも残さない残さないようにしましょうということですねそしてそんな私たちにいいメッセージをね くれれば嬉しいこのねあのー、最近購入したメッセージなんですけども、あのー、作ってる方がねいいことしか書いてないとただそのいいことからいろんなことをご自分の中でそれをバネにして、えっと、解釈をして変えていってほしいいい一日として変えていってほしい。 のでいい言葉しか書いてないんですっていうふうにおっしゃってましたもっと詳しく言ってたけど忘れましたちょっとこ見えますちょっと暗い一番ハッピネスが出ました幸せは無限の星空みんなにもあなたにも 必ず行き渡るほどたっぷりあるはいなんか今日めちゃくちゃ愛に満ちたカードリーディングだと思いませんもやもやするなと世の中には愛がたくさんあるんだよっていうことだと思うんですよさっき言った私の三つのもやもや実はもう今飛んできましたもうね そうですよ気にすることはないんです。別に私に何かめちゃくちゃ嫌なことがあったわけじゃないんです。<laughs> ただモヤモヤしただけなんですけど。やっぱりね、このこれこの、このなんかこのなんていうの色的最高だと思いませんなんかこれ私あのちょっとお財布に入れときたい気分なんですけども。ちょっと耳の痛いね、ジャッジすんなよっていうことと。 愛。そして幸せはいつでもみんなの周りに行き渡るほど。この言葉すごくよ,よくないですか必ず行き渡るほどたっぷりあるんですよ。私の周りには幸せないとか、私は幸薄いとか、まあそんなこと言ってる人いないかもしれないですけど、まあそういうふうなことちょっとでも思う方がいれば、いやいや、みんなの周りにあるんだよと、しかもたっぷりと、あるんだよ。それ。 めちゃくちゃ心強いメッセージだと思いませんかなのでこのカードリーディングをご覧になった方でもやもや吹き飛ばす方法 ま、はっきりした方法はね、今日話しませんでしたけれども。<laughs> じゃあ何なんだいこのカードリーディングはって話なんですけれども。<laughs> でもね、皆さん、ここから気がついてください。本当にいろんな人がいてジャッジすることでもない。あなたは愛に満ちあふれて、そしてあなたが愛の波動を作る存在になれば、それでもやもや消えるんだよっていうことですよ。これは私、もう本当に今心に突き刺さってます。ということで、今日は無理くりでしたが、私のもやもやを 聞いていただきそしてそのモヤモヤを解消するカードリーディングをさせていただきました私と同じようにまあ日々ねいろんなことでモヤモヤしている方でこのカードリーディングがちょっとでもお役に立てれば嬉しいです今日は皆さんの目に焼き付けておいてください愛の波動とそして行き渡るほどの幸せですこれね 焼き付けておいてくださいということで今日もカードリーディングここで終わらせていただきます今日この子出てこなかったですけどねなんかちょっとこの子ね今日はねあんまり出てきたくなかったみたいなので今日はこれだけのカードでリーディングをさせていただきましたまたねあのー、時間ができれば、えー、リーディングをさせていただきます、えー、50代女性 水亀座の皆さん、素敵なまた1日、そして1週間をお過ごしいただければと思います。それではまたやっていきたいと思います。ありがとうございました。最後まで見ていただいてありがとうございます。